や、皆さん、去年あのちょっと緊急やみんなにこう伝えたいことみたいなのがあるんでちょっと時間をもらったけど OK。 この前あの大分の山行ったでしょ、種山、万年山や、はいはい、あそこね、あれはこう山バージョンだったけど、この前話しさせてもらったベアフットキャンプって、そのキャンプの川のスタートをしようと思ってたのが今年の8月 で、その8月にみんなを子供たち連れて行こうと思ってたのが球磨川だったの、うん、なぜ球磨川かっていうと長くなるからちょっとそこは端折るけど、球磨川に子供たちを最初に連れて行って、でその後に今度はその上流の川辺川、球磨川の支流の一つ川辺川っていう川に子供たちを連れてベアフットキャンプ川編をやろうと思ってたんだけどね、水害起こってもんだな。ですね。そうそう、だからその時に一緒に協力してもらってやろうと思ってた現地のガイドさんに、今日はその今の現状と今後どうなっていくのかとか、その辺をちょっと本当だったらすぐ会いに行ってって思ってたんだけど、まあ県またぎとかそういうボランティアも今大変な状況だから、だからとりあえずこのズーム使ってちょっとお話を聞いてみようと思います。わかりました。はい、じゃあ OK、 でこれを解除して、でこれをはいはいはい、お、純平くん、はいはいはい、大丈夫？はい、よし、じゃあお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最初にさ、はい、純平くんのちょっと自己紹介を簡単に。球磨川のダム撤去して戻ってきた流れをフィールドにラフティングガイドをしてました、はい、で、今もそのラフトのガイドのつもりではあるんですけど、リバーガイドのつもりではあるんですけども、その同時にダム撤去の勉強をしてきて、川の再生というところに興味を持って仕事をして、今この球磨川沿いに住居を構えて住んでおりました。一番大事な名前とか言って。はい、溝口純平と申します。溝口、はい、でリボーンっていう会社で、まあ、リバーガイドっていう形で、お客さんと一緒に遊ぶってことを夏の仕事で、冬は林業のお仕事をさせていただいてます。リバーガイドと、はい、林業の二刀流って感じだね、はい、そうですね、はい、朝午前中、はい、午前中、はいはい、途中までやってたんだけど繋がらなくなって、はい、いや、なんかやっぱりね、今そういう通信状況とかも不安定で大変やろなと思ってるんだけどなんで笑ってんのすいません通信状況悪くなったんじゃないの、あれなんだった、はい、まさかのボンミスの電池切れやったですね、携帯の。嘘やろそんな すぐなくなるんですよ、今もう5分おきぐらいに電話かかってきて。あ、まあそうか、はい、それはしゃあないね、はい、でモバイルバッテリーさしとけばよかったんですけど、ソーラーパワーのやつもそばにあって、あ、ソーラーパワー、はい、電波いいとこ探してうろうろしてたら、あら、どっか行っちゃったみたいなじゃあさっきは通信状況どうこうじゃなくて、はい、バッテリー切れっていうことで、はい、はい、もう一回その今純平くんの家とかその被害状況もう一回教えてもらっていいかな。川下りのスタートとゴールに一軒ずつ空き家をですね、地元の方に紹介していただいて一軒ずつ借りてたんですね。まあ川沿いの仕事なので、眺めのいい、ところが2か所、本当に目の前に窓を開けたら川が見えるっていうすごくいいところ2か所借りてたんです。で上流の方を、まあ自分の本とか資料とか
置きながら、いろんな人がね、まあ、来た時に対応できる、まあ、フリーなスペースみたいな感じで運用しててですね、スタート地点にも使ってたんですけども、それを瀬戸石ベースって呼んでたんですよ。で、ゴール地点がですね、まあ、住まいとゴール地点、まあ、ポートを置いて保存しておくっていう場所、あといろんな仕事の道具をですね、保存しておくっていう場所で2箇所借りてました。で、上流の方の瀬戸石ベースは、きれいさっぱり、なくなってまして、家の基盤が残ってるとかそういうレベルじゃなくて、家の前の駅もコンクリートのホームも全て流れてて、そもそも家があったところはどうだろうな、 4,5 メーター、掘れてなくなってまして、全く何もないっていう状態ですね。いろいろ置いてたんですけど全くゼロ、まあ、片付けはしなくて済んだかなみたいな感じだったんですけど、で、下流の方の住居兼住まいの方はですね、あ、住居兼あの仕事場の方は、なんていうんですかね、3階建てだったんですけども、1階がガレージでいろんなことに使えるように、で2階が居住空間、3階は持って余してたんで全然使ってなかったんですけども、その2階の天井まで水が来てしまってですね、もう何もかもが、水没、それで、窓が割れてる、窓がなくなってるっていうところからはある程度物が流出していって、どうだろうな、全体の4割の物がちょっと残ってたかなみたいな、泥まみれでっていう状態の被害がありました。はい、今だいたい2週間ぐらい経ったわけでしょ。そうですね、2週間弱、ね、そうですね、ほぼ2週間、はい、ほぼ2週間だったけど、その、うん、今、まあ、例えば今日とかここ最近は、うん、そのどういう作業というか、あ、どういうことをしてるのかちょっと知りたいな。 あの一番特徴的やったのは、被災した時、水没した時とかですね、家にいなかったんですよ。仕事で水の量を測るっていうのをしてたんで、で、最初の2日間は家に戻れる状態じゃなくて、それからさらに1日間、現地にアクセスできる状態じゃなかったんですね。だから延べ、5日間ぐらいかな、被災エリアに行くこともできないっていう状況だったんですね。で、その5日間で流されていく、まあ、先輩カンパニーたちの、まあ、仲のいい会社のですね、ボートとかラフティングギアをとりあえず海のまま流れていってるんで、放置してたらただのゴミになっちゃうなっていうのが、もうなんかすごく嫌だったんで、まあ、拾いに行くのは、まあ、広範囲になっちゃうから限界があるんで、拾ってもらって集める仕組みっていうのを最初にちょっと作りました。あの元の会社になるべくね、あの警察さんとか地元の漁師さんとかの手間を少なくできるんで、あのその仕組みを最初に、なんとか作りたいなと思って、どうせあの家にも行けないし、うん、である程度それが回り始めたなっていう頃合いに、現地に入れるようになったんで、うん、で初日に、実は初日か2日目かな、あのレスキューの人たちの孤立集落の、支援という形で、現地ガイドとしてヘリに乗せてもらったんですよ、うん、で被災地を広域で、見させてもらったんで、空から、あ、これは普通の災害じゃないぞと思ったのと、まあ、観光業なんで大変手を焼いてたコロナの影響で、人の流れ、ボランティアの流れもね、お客さんの流れも同じように、ボランティアのさんの流れも、まあ、無理だぞと思ったんで、人じゃなくて、まあ、重機を扱えるプロフェッショナル集団、もしくは、地元でね、相当数の人が出場するっていう状況にあると見えたんで、そういう人たちを雇用しながら、復興
の活動ができる仕組みを作らないと、これは地域が破綻するぞっていうのがちょっと想像できてですね、絶望的な状態だったんですよ。もう被災状況が今まで見たことのない、いろんな文献で見たけど、読んできた水害に読んできたけど、一気に橋が14本も落ちる水害ってなかなか効かないんですよね。だからまあその仕組みを作ろうと思って、ボランティアの人たちの動きはやっぱり今回も迅速だったんで、物流とか物の動きはもうすぐ構築されたんですけど、現場でのね、人が圧倒的に足りないっていう状況、しかも階層化しててまだ現地にアクセスすら、陸路でねアクセスすらできないっていうところもね多くあるんで、まあ復興っていうか泥出しが進むところも段階的にずれてくるだろうっていうのを解決する仕組みを作ろうと思って、とりあえず今やってることは、自分の周りの家のボランティアではちょっと厳しい泥かき出しのお手伝いをする重機を一気に入れると、それと高圧の洗浄機ですね、しかもプロが使うような、ちょっと高いやつ、エンジン式の電気がなくても、沢水のタンクがね、あればできるようなやつをちょっと高いけどもう先行で買っちゃって、でそれを積む軽トラを貸してくれる人をちょっと募って、複数台そういうのを回さないと無理なんじゃないかなと思って、機材をとりあえず揃えました。でそれを扱える人を常にセットで動かすっていう仕組みがいるなと思って、でもそれだけでもちょっと足りなくて、今は散水車をね公共空間以外のところにも、出せる、散水車をもう導入しようかなっていう状況を作ってます。今までは消防の人たちがね、それを担ってたんですけども、高齢化が進みすぎて消防の組織自体が弱体化してたり消滅したりしてる地域なんですね。なので、それも十分なものがままならないっていうのも見えたんで、まあ早い方がいいからとりあえず動こうと思って、そういうのを作って、まあ、動ける拠点をね作ろうと思って。純平くん、ほら、家族、うん、子供2人だったっけ？うん、子供2人と、純平くんにはもったいないようできた嫁さんとおるやん。まあ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 、まあ、はい、もったいないぐらい。これはもう別れた方がいいと思ってよく言われます ね、仲良くなった人をみんなに言われるね。いいね、コロナ離婚とかも流行ってるし、まあ、いいんだけど、その家族とはじゃあ、はい、うん、何日ぐらい会えなくて、その、うん、無事だったとか、うん、そういう家族とのそれはどんなタイミングで、どんな感じだったの？携帯が au だけがちょっとつながってて、それを順番に孤立してる時に連絡してたんで、助けられたっていうところまでは連絡取れてました。で、あったの、はい、助けられたのはどうやって救出されたの？ヘリに、自衛隊のヘリで救出してもらってましたね。あ、じゃあ自宅にいて、です、です、はい、垂直避難、うん、2階まで水来たから、はい、3階に避難して、うん、そこで3人ともヘリで、はい、ヘリで、あ、よかったね、うん、はい、よかった。もうダメかと思ったんで、1階は。で、会えたのは何日後だった？2日後ですね。あ、2日後に会えて、はい、なるほどね、うん。水量の調査をしてたって言ったけど、はいはい、それは何のために、どこで？あ、国土交通省が川のいろんな計画を立てる基準にする、増水した時の水の流れを、速さを測る仕事を、調査の下請けですね。それは日常的にあったっけ、それとも今回？いつも増水の時に1年に1回か2回、その年に多分一番になるだろうっていう水位の時に出動命令が出ます。実際、はい、じゃあ例年とはありえないぐらいの水量だったわけ、その調査の段階では。はいはいはい、もう大体3回ぐらいターンがあるんですけど、1回目でもう計測不能、危険ということで中止になりました。それは
その、うん、夕方と どのくらいの時間の時？2時半ぐらいか、夜中の2時半ですね。あ、夜中の2時半ぐらい。2時半から3時ぐらいの時点でもう計測するメンバーの生命の危機を感じるリスクを感じたので、はい、もうそれが今まではありえないこと。そうですね、なかったんで、はい、うん、じゃあまた正常な今までみんながやってたリバーガイドの仕事、その救出されたラフトボートを使ってまた同じようなツアーができるようになるのがどのくらいかかるのかとか、うん、それとももうそれどころじゃなくて他になんかそのラフトボートを使っていいアイデアがあるのかとか、その辺はどう？まず今年は無理だろうなっていう判断がすぐ見えましたね。今シーズンはラフティング球磨川はほぼ全社壊滅的だろうと、うん、でも、橋もないし、うん、あの物資の輸送もないし、何かあった時のレスキューボートもないっていうんだったらちょっと大変なんで、何かに使えるかな、川沿いの集落も何かのお手伝いはできるんじゃないかな、道具さえあればね、うん、そういう考え方で、うん、あった方がよかろうねと。なるほど、うん、自分もムカついたし、純平君もムカついてたけど、なんか窃盗とかさ、そういう窃盗犯的な人がいるって聞いたけど、本当実際見かけたりした、うん、怪しい人はいるっすね。あの質問しても名前を名乗らない、あとどういう目的でここに来てるのかを聞いても要領を得ない回答が来たりとか、うん、でまあ知人のところに行くからと地元民を装うんだけど、僕のこと知らないとかね、うん、結構ローカルのテレビでよく紹介してもらってたんで、地元では結構顔をバレしてるんですよ。わかるわかる、どこ一緒にどこ歩いてても声かけられるもんね。そうです ね、まあ、そんな感じなんで、まず地元を装ってる人で僕のことを知らずに初対面な感じで来る人は、ああ予想の人かなみたいな感じになるから。そうか、そう、うん、じゃあなんか実際そういう被害が報告とかされてるわけ？あ、もうされてます。何件か報告があってみんな激怒してますね。そりゃそうだよね、はい、冗談じゃないよな、はい、そのね、なかなかガイド業が復活っていうのは厳しいと思う、もちろん、うん、そう簡単ではないけど、うん、その実際なんかもうめちゃめちゃ純平くんのいいところって一つだけやん。もうポジティブなところがもうそれなくなったらもう本当ね、めんどくさい兄ちゃんや、はい、めんどくさい暑苦しいやつですよ ねだからそのポジティブされた、はい、ちょっと、うん、この今後、まあ、ガイドとか林業とか、うん、ね、すごい携わって頑張って今まで やって順調だったやん。順調ですね。めちゃめちゃ順調に来てたもんね。コロナをめっちゃいい感じで乗り切れる数少ない観光業なんじゃないかなっていう、まあそのくらいうまく回せてたんですよね、4日までは。ね、それちょっと内容ちょっとだけ具体的にどんな感じで、コロナ前は。そうですね。違う、うん、コロナ前ちゃうわ、災害前か。災害前はどんな段取りを考えてたっけ？まあコロナさんでお客さんが来ないかもしれないっていう前提に立ったときに、うん、仕事は継続していかないといけないから、できることは何だろうと思ったときに、いろんな仕事があったんですけど、川を良くするお手伝いができる林業の造林の部分ですね、うん、植えたりする、うん、刈り払いしたりとか山の手入れをするお仕事が人手不足だったので、そちらの方に参入できる準備を、させてもらってたんで、運よくですね、今まで、で思い切って自分たちで受けてできるように、はい、
準備してたら、まあ、助けてくれる方がいっぱいいらっしゃって、うまいことトントン拍子でお客さんが入ったら、じゃあこれ休みますみたいな、うん、お客さんがいないときは、じゃあ今日俺行くんで一緒に山やりましょうみたいな、独立したチームを作れたんですよ、うん、今日山、今日川みたいな、うん、それを支えてくれるメンバーがね揃ったんで。そうだよね、うん、だからなんか自分もその話を聞いてて、うん、主戦場は川やん、リバーガイドはもちろん。そうですね、はい。で、大体そのガイドの人って、うん、やっぱりそれだけじゃオフシーズン食べられない人が多いから、うん、副業で全く関係ない仕事、はいはい、自分ももちろんそういうのやってきてたけど、うん、だけどその副業自体が主戦場である川を、うん、プラスにする仕事やったやん、林業って。そうです ね、 ね、はい、だからもう副業がメインの仕事にもプラスなるし、はい、すごい相乗効果で素晴らしいシステムを作ってるなと思って。ああ、ま、はい、すごいなんか、はい、本当応援したいなっていう気持ちがあったんだけど、でまぁ、あ、今回ね、コロナをうまく乗り越え、これは うまくいくぞってなった時にこの災害だったけどね、はい、じゃあそのポジティブな純平君は、はい、今度はどうこれを乗り越える？ですね、まあぶっちゃけて言うと、もうそもそも僕がここに来た時点で地域はものすごく疲弊してたんですよ。高齢化だったり、あのいろんな理由でですね。だけどまあ地域のいいものを見つけて産業化するっていうことで、地域そのものを活性化することが可能なモデルだったんですね、自分のやってたことが。なんでまあ一緒じゃないかと思ったんですよ。災害復旧復興もあの過疎地の、まあね、盛り上げるっていうのも、もうベクトルが一緒で、あなんだと思って、あのあじゃあ営業再開しようと思って、業態変更して営業再開すればええやんっていう、うん、あそれでええんだと思って、うん、割と短期間で、うん、ああっと思ってこれだと思って、うん、だから割と、うん、そんな変わってないじゃないかなっていう実感がありますね。やってることは変わってんだけど、やった結果は地域の人みんなが、笑顔になれるやんみたいな、そういう仕組みを作れるじゃんみたいな、それが災害復興なのか地域おこしなのか、その、はい、それがちょっと違うだけで、でそのまま災害復旧が終わればあのまた元に戻ればいいだけで、うん、なんも変わんねえなと思って、まあ、自分の話をすれば、うん、なぜその球磨川で川辺側で子供たちを連れて行きたいかとか、純平君のところを応援したいのかっていうのは、うん、もう大前提で自分の中では、うん、あのダム問題っていうのはもう切っても切り離せなくて、うんうん、で日本で初めてダムが撤去された、うん、荒瀬ダム、うん、日本で初めてダムが撤去されたっていうその場所で、うん、リバーガイドを始めると、うん、でダムが撤去されたことで、うん、昔沈んでた川の流れや、うん、あとはいなくなった魚たちがちょっとずつ戻ってきて、うんうん、いや そんなことが日本でも、ね、今アメリカとかではそういうダム撤去する時代になってると思うけど、うん、日本でもついにそういう事例ができたっていうのがあまりにも嬉しくて、うん、ましてやそこを見届けるためにね、もともと地元でもない同じ鹿児島っていうね、鹿児島出身の男がそこに移住して、うん、で そのね、ただ自分みたいなカヌー好きとか川好きじゃなくて、バックボーンとしてしっかりその研究者として、うん、そういうダムの撤去とかの問題を
あれだよね、東大の研究施設で研究員としてやった。潜り込んだんで上手だね。潜り込んでた。お世話してもらったんで。で、はい、だからそういうバックボーンが、ね、自分にないそういう学術的なこともちゃんと踏まえて、うん、そこでこう熊川を 見届けるために移住して始めたっていうことにすごく共感してたんだけど、だから今回この、まあ、簡単には言えないと思うけど、うん、この水害とダムっていうのは、うん、ちょっとすごく自分の中で違和感があるのが、ね、我々大好き熊川の上流にある川辺川、うん、で、ね、あそこも川辺ダム問題で揺れてて、うん、で結局凍結になって今があるんだけど、うんうん、その川辺ダムをがなかったから被害がでかくなったんじゃないかとか、うん、やっぱり川辺ダムいるんじゃねえかみたいな声をたまに聞くのね、うんうん、そこに対してはちょっとどう思ってる？そしたらその発言をしてるのがどんだけ詳しい人が言ってるのかなっていうのを追っかければよくて、うん、ずっと川のことやってる、まあ、河川工学者の、ね、歴史を全部背負って新しい河川工学の最新の河川工学のことを話している先生によると、大熊先生なんですけど、川辺があっても被害があったよっていう話はもう出てるんですよね、うん、で流域に住んでる人たちも割と同じような見解を持ってる人が多くて、ね、川辺があったって今回のやつダメでしょうと、むしろ、逃げ遅れた人が多かったり被害が大きくなったんじゃねえのみたいな人たちは割と多いですね。それプラスみんなが恐れてたのは今回あの市房が、まあ、別のね本流の方なんだけど上流のね、うん、緊急放流をするってことが流域の人にとっては絶望的な状態だったし、で逃げる時間を稼ぐ市房ダムですら稼げなかったんですね、うん、ダムに対する考え方はまあウェブ上で言われてる変な議論というよりも流域に住んでる人かなり詳しいんで、うん、あそうか、じゃあその流域の人は、うん、もうそのデータとかじゃなくても肌感覚として、うん、もうその辺のことはもう分かってるわけだよね。そうですね、まあ、肌感覚で分かってる人もいるし、データをちゃんと解析して読み込んで発言する人もいらっしゃいますし、うん、14橋が落ちて、瀬戸石田もちょっと一部損壊してて、川の安全度を高めるためにもう瀬戸石ダム再運用できないんじゃないかなと。そうすると、川を汚する、まあ、一つの原因だった瀬戸石ダムがもしかしたら、近い将来なくなるかもしれない、うん、そうしたら川辺から下の方まで、いい環境が取り戻せるかもしれない。なるほど。ちょっとした希望はあるかなと思ってます、うん、ということはその我々、うんうん、川好きの人間たちの夢である、うん、その上流から、うん、海まで、うん、ノンストップで出られるっていうなかなか日本でできない体験が可能性が出てきてるって感じかな、海まではねまだいくつかあるから難しいけど、まあ、がかなり長くなる、うんうん、そうね、ただダムっていうものが、ね、うん、なくなるってことだもんね。そうか、そうの可能性はちょっと高くなったかなと。なるほど、うん、じゃあだって、うん、その僕の夢である子供たちを連れて、うん、その川辺川と熊川を子供たちと一緒に漕ぎたいという夢があって、ね、今年一緒にやろうっていう話をしてたけど、うん、まあ今年とかもちろんねこういうことになっちゃったけども、将来的には昔よりも、うん、この災害前よりもさらに素晴らしいルートをできる可能性もあるってことだよね。僕ら次第ですね、うん、それは嬉しいね、はい、
よし、じゃあなるべく、まあね、自分もその全くね、その夢を諦めずに応援しているので、うん、純平くんも、まあ、その調子だったら間違いないね、大丈夫だ。体壊さない限りはですね、はい、体だけは強いやん間違いないやろ、体は、はい、だからとりあえず、うん、今年は自分もね、うん、今剣またぎとかでどうこうっていうのが難しいけど、うんうん、なるべく早く、うん、お疲れさんビールを持ってね、あ嬉しいねぎらい、ね、ねぎらいのビールをもう山ほど持って球磨川に行く、それはもう約束しますわ。ありがとうございます。あの飲んでほしい人がいっぱいいるんですよ。支えてくれて、ね、頑張ってくれてる人、ね、一緒に乾杯した人いっぱいいるんですね、うん、じゃあもうかき集めて持っていきますありがとうございます、ね、で、うん、今度はその子供たちを連れて来年、うん、来年になるかもしれないし再来年になるかもしれないし、ね、けど必ず子供たち連れてで一緒にまた漕ぎましょうね。ぜひ。ね。OK。すごいなんか嬉しいわ。じゃあ、うん、最後に、はい、言いたいことをピシッと締めちゃって。言いたいこと。まあ、うん、言いたいことっていうか何でもいいよ。うん。そうだな。うん。あと3分ぐらいしかないと思う。うん、バッテリー、バッテリー。はい。バッテリー。またポチッといきそうだな、ね、言いたいこと、まあ、あれだな、みんなの力で川取り戻していきたいんで、なんかいろいろよろしくお願いします。いやいや、本当、はい、ありがとう。なんかね、こう、まあ、言えば被災者とかで自分はね、うん、こういつもほらいじって楽しんでるけどいじっていいもんだろうかとか思いながらちょっとねえ、僕は大丈夫だ。大丈夫だった、うん、なんか失礼とかなかった？大丈夫？いやー楽しかった。こういうリラックスする時間がやっぱり必要なんだよね。お疲れさんビールで水に流してくれる大丈夫大丈夫はい、幸せですそれね、はい、だから、はい、あとその純平くんの Facebook とかも、うん、YouTube の方でシェアさせてもらうから。 ありがとうございます。すごい活動とか詳しく書いてるやん、うん、いつも、はい、ね、その辺もどん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 みんなこうの発信自体をね見て、やっぱり自分事じゃないとね、なかなかやっぱりこう忘れることはないかけど、まあ薄れちゃってしまうこともあるので、ぜひぜひあのね、我々のためにも活動を上げてもらってみんな応援すると思うので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にお疲れさんで締めましょう。はい、どんなするか知ってる？そう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 よし、じゃあお疲れさん、皆さんよし、オッケー、ありがとう。よし。